というネタ振ってくれてすごい嬉しかった。本当ありがとう。楽しかった。金魚も見せられてよかったです。ピスパンこんばんざい、まいさん。ピスパンこんばんは。チュンさんのアバター、かわいい。なんかひよっこ、あ、昼？これかわいい。なんかチュンさんのアバター、こんばんざい。チュンさん、ゆうきくんって、ゆうきくん。のぶたん、こんばんざい。わったまるさん、ゾーンさん、たなしゅんさん、アーチエネミーさん、へいや、へいや、あきぽんさん、こんばんざい。ゆうま、マイクおかえり、遠かったのとか、ゆうま、ありがとう、遠かったのに来てくれて。しかもすごくあの、なんか、ありがとうね。すごい、ちゃんとね、気持ちを伝えてくれて、よ、嬉しかったし、あ、よかったと思った。ちょっと不安になってたけどね。あと、お手紙もありがとう。明日受け取るね、お手紙。なんか、終電の関係で先にね、帰ったんですよ。最後。だから、お手紙受け取れなくて。明日受け取るね。ありがとう、本当に。今日会いに来てくれて。で、聞いて、明日ちょっと0人なんですけど、誰か来て。アーチエネミーさん、初声ですこ。あ、アーチエネミーさん、初コメントありがとうございます。え、小野田美桜、ミサトマリアって書いてあるじゃん。はるなん？みんなお友達なんですが。あれだね、ツインプラネットさんだね、そしたら。タカさん、こんばんは。タカさん、ありがとう。今日会えて嬉しかった。会いに来てくれて、本当ありがとうね。本当に遠かったのに来てくれて嬉しかったし、しかも最後、タカさんとか言ったら、なんか、最初気づかなかったのに、なんか途中で、ほっとか言って気づいてくれて、可愛かったです。ピザのツイートしてたでしょ。チュンさん、チュンです。チュンです。今日のライブ動画は恥ずかしいので確認しないでか。確認するよね、当たり前に。ケロリンがすごい、最善で、落ち去りの時、サイリウムを振ってくれてたのが、確実に映ってるので、拡大してみます。ムタさん、ヤッホー、こんばんざい。ヘイヤ、こんばんざい。ヘイヤ、タカさん帰国する。よかった、無事帰れた。遅くまで、最後までね、いてくれたから、心配だったけど。ありがとね、タカさん。嬉しかったよ、会えて。なんかね、癒されるよね、タカさんに会うと。なんか癒し。トカチさん、こんばんざい。新規です。トカチさん、もう本当にありがとう。1年ぶりかな、今日会えたの。ありがとう、トカチさん。チェキも来てくれて。なんか、トカチさん変わってなくて、髪切ったのかな？短くなっちゃう気がする。でも変わってなくて安心したし、なんか、ステージからトカチさんすぐ見つけて、あ、トカチさん紫持ってくれてるという感動がもう、やばかった。もうね、うるうるしてたよ、わっちゃん今日。こないだの桜チューンのひらひら万葉チューンのとこ。よかった。本当？いつだろう？キースタかな？本当ありがとう。メイさんポジに入ることが多い。メイス、桜チューンはメイさんと、しおりさんと、あゆみさんかな、入るとこ、ことが多いのは。みおちゃんさん、こんばんざい。かはを、こんばんざい。じっくん、星。うわー、待って、やっちゃった、また。いやー、やばい、やってしまったよ。ごめんね、投票にします。投げてくれた方、ありがとう。だるまさんも投げてくれたよね。だるま、ありがとう。ごめんなさい。タカさん、アスタリスクゼロさんにちなんでゼロなのかな？アスタリスクゼロさんにちなんでゼロなのかな？どういうことだ？ゼロ？アスタリスクゼロさん知ってるよ？私、名前が出てこない。私、一人フォロー FF の人がいて、めっちゃ可愛い子。なんだっけ、名前。コウタくんだ。いや、コウタくんありがとう。こんばんざい。今日さ、なんかもしかしたら会えるのかなって思ってたけど、会えなかった。明日だね。会えるよね、明日。今
ケロリン、金魚以外を確認してください。金魚当たり前に確認するよね。自分の反省しないと。金魚メガネ2回飛んでるのを目視。ねえ、思った。それさ、ケロリンがツイートしてて全然さ、メガネ飛んでんの知らなかったけど、そういう瞬間も映ってるかな、動画に。楽しみ。チーズ牛丼食べたけど写真ありません。なんで写真撮ってよ、タカさん。チェキ飯してよ、マイカちゃんのチェキと一緒に撮って。チェキ乗せてくれたら嬉しいな、今日撮ったの。だるまさんありがとう。アンチさん、エネミーさん、トカチさん、615日。やばー、そうだ、615日、ほとんど2年じゃん。やばくない？トカチさんが全然変わってなかったよ。なんかね、安心したもん。マイカメガネ飛びすぎだ、マイカメガネ飛びすぎだ。マイカって純粋だからすぐ反応して顔出るから好きだし面白いし、好きってなったら伝われ。そうなんだよね、あのね、純粋、そうだね、嘘がつけなくて、嫌だったら嫌だし、おかしいと思ったらおかしいっていう顔しちゃう。で、嬉しかったら嬉しい顔するし、全部顔に出るかも。とんかつ一番、こんばんざい。初見さん、こんばんは。バンゼイジャパン、千葉県の伝道師安藤舞香です。バンゼイジャパンとは、日本の魅力をおもてなしの心とエンターテインメントの力を使って世界に発信していくということをコンセプトに活動しています。ぜひバンゼイジャパンのことをちょっとでも知ってくれたら嬉しいです。ジェックン、今日はクロミちゃんのパーカー着てるだけど可愛いし暖かくて、もはや俺がクロミ、出た、俺がクロミちゃんっていうやつ、これいつも言ってるよね。今同様にしてなかったよ、15分だから多分。あ、本当よかった、焦ったよ。ありがとうケロリン。なんか今日すごいステージ高かったよね。ステージ高くて、みんななんか物販の時にステージを見て、あれこんな高かったのと思って、みんな見づらかったのかなってちょっと思った。コウタくん、明日寝坊するよ。なんで寝坊しないでね、絶対。待って待って、寝坊しないよ、やだよそれ。楽しみなんだからね。お茶こんばんは、楽しい。ねえ、お茶ありがとうね、今日目あったよね。うん、金魚の時すごい目あったし、ジャンピーの時も見てくれたりそう。嬉しかった、ちょっとお茶に会えて。ツイートはありがとう、いつも。お茶、今日のお茶ちょっと今お腹鳴っちゃった。明日は三日推しですかね。あ、違うな、父親が可愛いって言ってる人誰だろう、名前。いつもね、いいねとかねくれる、たまに。ど忘れしちゃった、お名前が。前世から知ってるの？そうなの？スタイルブックも頼んだから、よろしくやった。え、ほんと？ユウは来週早く会いたい。スタイルブックありがとう、嬉しい。そうなのね、なんかノルマがあって、T シャツ6枚売らなきゃいけないの、ストレートに言うという。だから6、ありがとうスタイルブック。また2年後に、ダメだよ、直ちに会いに来てね。なんか動員を頑張りたくて、マイライブで5人という目標、やっぱりなんかそれを安定できるように自分は頑張りたいので、でもみんなに負担もかけたくないから、やっぱ自分がこうマイカちゃんをいいなと思ってくれる人を増やすということを頑張りたいし、でもみんなにも会いたいから来てほしいし、来たいなと思ってもらえるように頑張りますので、ちょっと明日ゼロなので、本当に誰か来てください。ライブ2本あるのにゼロなので寂しいです、ほんと。最近行くために前か金魚で好きしかにしかな。そうだね、だってキースタの時もケロリン来てくれた時金魚だったし。10月31日行きます。10月31日、本当ですか？わあ、ワンマンライブありがとうございます、嬉しい。チェキがないけどね。へいや、前々に絵おかしいって顔されたらめっちゃ傷つきそう。え、ほんと？なんかほんと嘘がつけなくて、でもそんな別におかしいと思うことはないけど、よっぽどじゃないと。なんか眠かったりすると顔に出てしまうから、
と思って後で見てます。そうだよね、高いよねあれ。なんかフロアに降りた時にあれこんな高かったんだっていう、なんかアイリーさんと話してたんだけど、えよとかなんか高くないみたいなずっと言ってて、なんかびっくりしちゃった。みんな見づらくなかった？タカさんはいつもね物販最後までにいてくれるんだよね。嬉しい、それがなんかバイバイってできるのが嬉しい。途中でさ帰っちゃうとやっぱあれ帰っちゃったって思うけど。みつさん、マヨマヨビームこんばんは。マヨマヨビーム今から飲み会だからやう。え、飲み会なの今から？え、ちょっとコウタくんまたあの赤坂ブリッジのみたいになるんじゃない？え、いやだよ、あのコウタくん怖かった記憶だもん絶対。確かあれ怖かった。ダメです、あれはお酒控えてね。ステージ高くて前で見るか迷ったけど金前か金魚だと前で正解だった。よかった。そうなんだよ、前すぎるとさ高いから逆に見づらくないかなって思ったけど、そうでもなかったかな。じゃあステージ高くて下の方でも見やすかった。そうだよね、でもトカチさんね一番なんかこう見やすかった位置にいてくれたから、なんだろうな、トカチさんと JP さんが一番見やすくて、後ろすぎでもなくて明るいところのちょうど、ま、なんから辺にいてくれたから見やすかった。明日は大手町に行きます。滝島さんはいない。あ、そうなの？嘘。え、おーちゃん会えるの？わー、やったー。おーちゃん、そうか、来てくれるんだね明日。楽しみにしてるな、会えるの。東口さん、こんばんざい。こんばんは。あ、オルマイカの本。嘘、ほんと？ありがとう、こうたくん。買ってくれるの？わ、それは好きでしかないわ。ありがとう。嬉しいです、ほんとに。え、ノルは？そう、ね、6枚を目標にしてる。ミッツさん、早くライブでまた会いたいね。おじさん、結婚しよう。ありがとうございます。ライブ中、マイカちゃんを見てたよ。ほ、そう、見てたよね。おーちゃん見てくれてると思って。そう、おーちゃんってさ、目が合った時にこうやって、なんかサイリウムもこうやってやってくれたり、あーって反応してくれるから、今多分私のこと見てくれてるっていうね、よく分かって嬉しい。多分 T シャツスタイルバッグ買うけど来週まで待ってて。え、ほんと？ありがとうケロリン。え、ありがとう、ほんと嬉しいです、スタイルブックゲットしてくるなんて。あのね、 T シャツはね私も持っててよく着てるんですよ。結構メンズの人でもダボダボ着れるかもしれない、いいサイズだし、なんかねおしゃれに着れるからよく着てるんですけど、私とお揃いです。タカさん、またタカさん次いつ会える？早く会いたい、話したいこともあって、そうタカさん帰っちゃった後にあ言うの忘れたと思って、そうだから早く会いたいです。マイカ好きそうなのシーバさんかな。あ、あそうそうそう、シーバあやちゃんかな、名前シーバあやちゃん違うっけ。そう、可愛いと思った。なんかエミノちゃんが知ってて、それでなんかちょっと喋挨拶したことあるけど。ピーマンおはよう。あ、ピーマンおはよう。やっほー、寝てたのかな。物販最後までいたかったんだけど今日はどうかったんで、ごめん。全然そんなことないよ、だってみんな途中で帰ってたから。そうだよなと思いながら、遠いのに来てくれてありがとねケロリン。いやだから起きれたら行くわ。起きてください待ってるよ。明日ビーツだけ行きます。明日ビーツだけ本当？ミツさん会えるのね、楽しみにしてます。まあ明日会えたらチェキ取るか決めるわ。待ってるよケロリン。いやステージ高くてもセンター曲あったら前で見たいじゃん。上手にいるのか下手にいるのか分かんないから真ん中に。そういうことか。でもさちょっと下寄りにいてくれたでしょとか言った。なんかいつもさ私さ前下だったじゃん、だからそのあれで名残と思ってちょっと嬉しかった。ナンシーさんこんばんざい。こんばんざい。タカさん安定の反応がないって出た。タカさんでも最後バイバイってやってくれたねえ。JP さん本当ありがとう。 JP さん今
今日は久しぶりに元気な顔見られてよかったな、懐かしい近況。もう本当に私は会えて嬉しかったし、もうね泣きそうになったよね。 JP さんがステージから JP さんを見れる光景がまた来るなんて。よかった、 JP さんのことをずっと大切に思い続けていて本当にありがとうね。もうパワーが出た、元気になったし、頑張ろうと思いました。よかったと思って会えて、しかも JP さんが元気そうでよかったし、まさかの話も聞けたり、あのうちわもね、若葉ちゃんのありがとう飾るね。本当にありがとう JP さん、嬉しかったよ会えてなんかやっぱさすが JP さんだなっていうアドバイスもくれて、なんかもう頑張れるわ私は。これでまた会いに来てね絶対 JP さん。スタイルブックだけ買うわね。ありがとう、買ってくれるのスタイルブック、ありがとう、嬉しい、やった。逆にレディース普通に着るメンズです。寝巻きも今クロミちゃんの T シャツいいじゃん、レディース可愛いもんね。トーゴさんほら、あ、トーゴさんこちらこそありがとうございます。安藤舞香です。新幹線を新横浜まで降りたのはあの日以来だったな。あの日以来だった、本当あの日か、なるほどなるほど、わかったわかった。でもうちはずっと JP さんの味方だったので大丈夫です。ピーマン寝てない、寝てないよ、ダメだよ、寝ないと、寝ないと老けるんだって。だからね最近ママに寝なすぎて寝ないと老けるよって言われて寝てる。みつさん、あしたりの小松かやのちゃんは一応、あ、そうなの、お名前とねお顔まで一致しないんだけど、後でちょっと見てみよう。こうたくん待ってるよ、はい、おやすみ、ありがとう。こうたくん待ってるね、明日。チェックン、シーバさん可愛いよね、可愛いよね。なんか最初ステージ見た時に、足軽ジャパンの時に見て一番なんか可愛いと思って、そう思っててフォローした。まあ他のメンバーはよく知らないんだけど。そうなんだ、みつさん結構アスタリスクさんも見るのか、ライブ。また明日、また明日ね、ありがとうこうたくん、ちょっとでも来てくれて。あとツイートも嬉しいよ、見てる、めっちゃ。前で見てなかったらあんなに手触れなかったって確認はしないします。確認した感想も言うね。ジャンボさん、マイカさんこんばん、ジャンボさんこんばんざい。体調はどう、大丈夫、元気かな。キラリン、キランワシー参上、トックタカさん、ジラピケ着て寝るかな。ジラピケ着て、私がジラピケ今日着ようかな。明日ね朝早いんだよ、だからね朝早い日はねゆっくり寝れないじゃないですか。だから適当な服着ちゃうかもしれない。え、タカさんジラピケとか着る？JP さん、あのうちはマイマイが持ってるのが一番いいと思ったからさ、時々思い出してあげて。ねえ、なんかもう本当に泣いちゃうしさ、JP さん来てくると毎回泣いちゃうんだけど、もう JP さんせいだ。JP さんが泣かせる顔し、なんか JP さんの顔が多分泣か、ルイセンを緩ませる顔してる。もしかしてさ、思ったもん。多分ね、あれだと思ったんだよね。JP さんがマイマイに渡すからって思って、くれたのか、JP さんがもらったやつだけどそれを私にくれたのかなって、もしかしてって思ったら、なんか涙が止まらなくて、いやもうなんて、どこまで本当にこの人はどこまでいい人なんだろうかと思ったよね。今夜の前はいつにもしてオーラがすごい。え、本当、ヘア、ありがとう。オーラ全然ないけどね、ただの一般人だよ、凡人。HK さんこんばんは、ホタテ。カイト、カイトこんばんざい、やっほー。マイカちゃん痩せた？え、全然痩せてないよ、なんだろうね、やつれた？
やつれたかな。今日もマイカの配信で癒されに来た、ありがとう、待ってたよ、メガネ飛んだの落ちてませんように。もうあ見えないかもしれないね。僕普通にオタクちゃうから、バンザイさんと君色さん以外のアイドル知らんの、マジで。そうなんだ。マイカ今月のママのチケット買った、ありがとう。カイト買ってくれたの、ありがとう。じゃあ会えるね、ステージから探せるじゃん、カイトの子ね。カイト明日会えないよね。おじさんはバツイワンワンイチでら寝るかな。寝ません、キャフク着ます。パンイチで寝るかな。パンイチ、トックが、トックってそういう感じなの。明日のライブはこの半年で1回しか見えてないわ。しかもブッパンなかったの。じゃあ会えてないじゃん、寂しいね。僕はどんな顔ですか。治安の顔、治安の顔って何なのそれ。イワキングこんばん、イワキングこんばんざい、待っていたよ。私はジャージ着てます。タカさんジャージ、え、ジラピケちょっと着てって欲しかった。なんか可愛いプーさんみたい。タカさんってプーさん的な感じだよね、なんか顔が。なんか癒し顔。今日もお顔が強い、顔強い、やったね、イエーイ。みんなスクショして、私もしがないラーメン、嫌な、しがないラーメン。え、タカさんってラーメン屋さんなの。嘘、待って、初耳なんだけど。それはピザ屋さんで会ってほしかった。凶悪で自分勝手の悪いおさんだよ僕は。何言ってんの。もうあの大丈夫だから。そうやってね、 JP さんがね適当なこと言っても、ね、私は JP さんを知っているので、あの知っているし、そうやって適当なこと言っても何も信じないし、あの何を言ってるんだこの優しいおじさんはというふうにしか思えないので大丈夫です。だってあのね、本当にあの本当に辛かったんだからね、 JP さんがいなかった間。 JP さんにもう会えないと思うと本当にもう、あ、どうしようって思っていた日々だったけど、でも今日会えたから、なんか本当にもうまたこうやってたまに会えたらいいなって思ったから、絶対に会いに来てください。みつさんだからこの前の私服特典会の後にバイト先のコンカフェの久しぶりに会った。ああ、あ、あやちゃん、あやさん、コンカフェで働いてるんだ。マイカさん凡人なら僕は大王グソクムシ、大王グソクムシの私ぬいぐるみ持ってるよ。大王グソクムシのぬいぐるみ持ってる。この眩しい光を出してる凡人は近くにいないよ。眩しい光出してる、本当？服じゃないの？服。少し焦ったように、あ、え、本当ですか？ありがとうございます。ちょっと頑張ろう。シリーズ化っていうマイクの写真に載せて、え、思った思った。カイト載せてくれたか嬉しくてリツイートしたよ。嬉しい、うちの髪切りたての顔がボンってキーボードに乗るってことで。あ、待って、ちょっと待ってください。一瞬待って。ちょっと一瞬待って、なんかね充電がね危ない。よし、はい、ごめんなさい。JP さん、とりあえず今日からコメント普通に戻すよ。生きて再会できて。やったー、本当に、待って、本当に、待って、それはめっちゃ嬉しいし泣いちゃう。待って、本当、 JP さん大好きすぎてやば。それはもうありがとう、よかった、よかったよ。うちは JP さんがまた前みたいにそうやって戻ってきてくれて、もうね、よかった、なんかよかった、本当に。もうなんかね、JP さんが来づらくなっちゃって、なんかもうこうやって前みたいに会えない
のんじゃないかという、多分 JP さんライブを見たいなって会いに行きたいなと思ってくれてても来づらくなっちゃったのかなって思ったら、なんか私が思ったら何かしてあげられたかなとかずっと思っていたので、なんか良かった、本当にありがとう JP さん。ダメだ、 JP さんのせいで今日も涙が出てきて、よかった、ずっと大切に思ってたからね JP さんのことは。本当にカイト明日はバイトなの、明日バイトなのか、明日ね動員がゼロでなんかやば、どうしようっていう、会いたいので誰かも来てください、違う服着てないと寝れません。カイト50万円かちゃんありがとう、カイト少しありがとう、またツイート本当待ってる。マイカ先生嬉しいけど前に行って動画撮られてるの恥ずかしい、確かに。タカさん私は優しくなれるように家出します。家出、優しくなれるように家出、え、どういうこと、出荷、え、何これ、なんて読むの、私漢字読めないんだよ。タカさん優しいじゃん、今日も亀女子見に行っただけだからさ。出た、それちゃんとしっかり毎回予約してしっかりチェキも取りに来てくれたのにありがとう。しかも知ってたよ私は、あのね物販が亀女子さんとかぶってたのにね、出演時間に、あの私のライブをちょっと見てから物販に行ったでしょ、ありがとう本当。でも最後のね曲いなかったから寂しかった。ジャガちゃん、安藤舞香さん、前髪切った、前髪切った、そうよく気づいたねジャガちゃん、そうなの、今日みんなに何か違うってすごいメンバーに言われてね、顔が薄いってねみんな言ってて、あれどうしよう顔なんかブスかなと思ったら前髪切ったからだった。僕職業不明オタク、職業不明オタク、じっくんそうなの、水曜日の私服特典会行けばよかった、時間空いてた、そうなの、リツイートしてくれてありがとう、ニヤニヤしてよと思ったけどやっぱり前髪が好きだなと思った、わあそれは嬉しいよ、ほっといつもありがとね、早く仏になりたいもの、仏になりたいもの、タカさんは仏だよ、どっちかって言ったら、だってさ仏的存在だよね、私はそう思って見てるけどね、優しい感じ、なんかいつもこう穏やかでプーさんみたい。前髪切ったことにも気づかなかった、気づいたコメントなんか本当？ちょっと短くしたのに、でもちょっとだけどね、3ミリくらい。優しい大人になりたいわね、そう優しい大人になりたいわね、私も穏やかでこうなんて言うんだろう、感情豊かだけど、豊かだけどやっぱなんか穏やかでいたいよね。前髪切った、前髪めっちゃ可愛くて、え、フォトありがとう、よかった可愛いって言ってくれて、薄いの好みなんで顔するにはとてもいいのでいいと思います、ごい、薄いの好みなんで顔するにはとてもいいのでいいと思います、顔するにはとてもいいのでいいと思います、だって語彙力、はちみつくれアイドルさん探さないとダメだよ、マイカちゃんはちみつ好きだから、私がはちみつになるのでダメです、どういうこと。タカさんプーさんって感じ、なんかねピグレットとかプーさんとか、なんかその本当にプーさんの話に出てくる動物っていうイメージがあって、なんかそういう感じ、タカさんは優しくなくてごめんよ、優しくなくてごめんよ、優しく、違う、自分の目標は自分の目標だから優しくいるということ、やっぱりさなんかあれじゃないですか、優しくね、よっぽどのことがあったらそれはそうなんだけど、当たり前なんだけど、なんかさ嫉妬とかによってさ、なんて言うんだろうな、感情をこうその人にぶつけてしまうっていうのはとても醜いことだと思うから思うんですよ。だから自分は穏やかでいたいなという、いつでも人に対してっていう風なことを心がけている、すごく。プーさんお隣の国のトップかと、お隣の国のトップかと、トップって言ってる。マイカちゃん優しくないの、
まゆかちゃんは優しいんじゃない？優しいって言われる人に、すごく優しいと言われるけど、自分では別に優しいっていうあれはない、感覚はないです。まゆか専用のチェキ帳でも全部チェキ埋まるのない、いつだろう、うちの話そうだよね、まゆかちゃん専用のカイト持ってるもんね。帰宅なうちくん、おかえり、もうただいまって言おうとしたらバカが割れると思って、なんていい子や、なんていい子や、ジャガちゃん、僕の蜂蜜どこにあるの、常に365日穏やかな子でいたいの、すごく、え、わかる、うちもそういう人になりたい、やっぱりそういう人っていいなと思うよね。なんかこう、なんていうの、その美学的なことに人を見てるわけではないけど、やっぱり美しいなと思うよね。なんか見苦しいもん、なんかそういう、そういう感情で人を傷つけてしまうことってすごいよくね見るけど、なんか見苦しいなと思う、汚いと思うから、なんかそういう風に人にはなりたくないなっていつも思ってます。どんなことがあってもそれはしょうがないことはしょうがないし、それはぶつけていいと思うけど、ちょっとのことでっていうのは、僕の蜂蜜どこに行った、今日の手紙にもちょうど書いた、今日の手紙にも書いた、本当、明日楽しみだな、見るの、ごめんね今日受け取れなくて、前から出すぎて、こ顔が顔で顔なんだ、顔が顔で顔なんだ、ジャガちゃん顔なの、だってね、そうでも最近だもんね、ジャガちゃんが私の顔を見てくれるようになったの穏やか治安悪いって言われるから、僕相当やべえオタクなのか、ピエン相当やべえオタク、治安って言われるから、俺以外にマイカ製のチェキ帳持ってる人いるのかな、そんなん知らん、いっぱいいると思う、だって結構いるんじゃないかな、あ、専用、私が作ったのっていうこと、あ、そういうことか、カイトが作ってくれてること、それはわかんない、いるかな、スペシャル特典のやつのことかと思った、いやバレてるよ、マイカ、マイちゃんがマイカに呼び名が出世します、本当マイカ、イエーイ、確かにいつもジャガちゃんマイちゃんだった気がする。シナモンのチェキ帳をもらったのでどう使うかあ、そうなの、シナモンのチェキ帳もらったの、じゃあそれはマイカちゃん専用にしてください、決定勝手に決めるという、穏やかな子も出るように旅に出ようか、旅に出よう、顔中すぎて鳴らすの時間かかったんだからな、もう言うわけないと思う、顔中すぎてって本当、そん嬉しい、そんな風に思ってくれて嬉しい、本当でもそんな思ってくれてたんだって、こんな顔なのに、名前を穏やかに改名していくかな、誰だよ、プーさんに似てる人だよ、なんていうのかな、チェキちゃんアイカンチェキだけで見るってこと、そういうことか、いるのかな、ブロマイド届いてたんだけど、マイカさん背景と同化してて真っ白、白ってな、そう思った、なんか私さ輪郭どこからぐらいに白くて、飛びすぎじゃないあれ、旅に出たら探さないでね、探さないでね、どういうこと、探さないでねこんな顔だからいいんだが、いや嬉しいです、それは本当ありがとうございます、こんな顔でも、あの嬉しい、輪郭ないかもしれんな、そうなの、なんか輪郭なくて背景白かったから、で結構顔がねこんな白いのってくらい白く飛んじゃってて光で、でも漏れてたんだけど、えこれ大丈夫っていうくらい白かった投票中にしてます、今私も自分探しの旅に出ます、ダメだよ、みんな旅に出て変なとこ行って戻ってこなくなるの嫌ですよ、だって旅に出たらライブ行けないじゃん、それはじゃあ自分で考えてくださいそれではじゃあ行かないでっていうようなあれじゃないので、だって行っちゃったらしょうがないじゃん、今度外半で見たいので3年後ぐらいにお願いします、え外半で見たいって言ってくれる人いた、嬉しい、じゃあ今度やるね、だいぶ早くやっちゃうかも、マイカの敵帳たくさん取った2人の歴史だわね、確かに私の敵帳持ってるよね、ジュンヤ、
でも今はなんかすごい4人ぐらい名前が増えちゃって、あ、ジュンヤあれなんだ、タン押しじゃなくなっちゃったっていうショックがあるけどね。マイカの外アニも俺も見たい。じゃあ外アニやろう。内巻きをしたのが肉巻きに見えて困る。出た、それタカさんリプしててさ、で笑っちゃった。確かに肉に見えると思って、お腹空いてたらあれが肉に見えるらしいよ。え、マジできたら土日がいい、チェキ取りに行くちょろい。嘘、いつ何日土日って何日だろう、何日ですか。全然何日って教えてくれたらやる。これ JP さん見てんのかな。何日でやれるとトリマ17、18あるんで。ほんと ?17、18?17、18 ってことは、スタートあさって。あ、そうなの、タカちゃんいる。え、じゃあどっちかでやろっかなそうやってさ、あのだからあのやってって言われたら全然やるよ。最近マイカしかチェキ取ってないから専用チェキ帳用意しようかしら。え、それは用意して、専用チェキ帳。コウタくん、あれコウタくん行っちゃったかと思ってた。巻き髪しか勝たないです、小声。え、そう、それも言ってくれるの嬉しい。なんかね、結構巻き髪可愛いって言ってくる人多いんだけど、でもやっぱり内巻きだよねって言われることが多いから、巻き髪好きってめっちゃコウタくんが言ってくるから嬉しい。今度やるね、また巻き髪。でもね、最近ボブが増えてきちゃってね、かぶるんですよ髪型が。だからえ、でも私はずっとボブを貫き通してるから、やっぱボブはマイカちゃんだよねって言われたいっていう気持ちが芽生えてきて、あのプロフィールにボブの人って書いちゃいました。 JB さん見てよかった。 JB さん行っちゃったかと思ったよ。のぶたまやまやが笑って歯を見せてる写真が欲しい。歯、え、歯はね、出っ歯だから、笑うとちょっとやばいんです、出っ歯だから。そう、あんまりニカーと笑わないようにしてる。マイカとチェッキを取るために俺の中で新制度を作る。新制度？いや、自分の役でやってもらうのはさすがに申し訳ない。え、じゃあ、え、どうしようかな、わかんない、やるかもしれないし。でもやる、髪型変えでライブとかあんまやってなかったから最近、それもいいなと思うけど、楽一楽座でやるのもいいなと思うのでちょっと迷います。18のライブ特典会に行く時間が見つかえ、特典会に行く時間が見つからない。え、嘘でしょ、タカさんダメ、会いに来てね絶対、寂しい。最近一番好きなのは黒髪ロングストレート。そうなんだ、またいつかやってください。またやるよ、また絶対やります。巻き巻きヘア安定して好きなのは黒髪ロングポニーテール。そうなんだね、ボブさんになりたいの、名前変えるんで、ボブになろうかな、安藤ボブマイカ安藤ボブマイカにしよっかなヘイボブ、やあプーさん、ボブディラン、ボブディランどんどん名前変わってちゃう。世界一黒髪ボブ似合う女性、その名前の前か天才、何やっても結局私は可愛くて好き、天才。マイカの外アネとか好きだわね。だよね。え、楽一楽だね、そしたら楽明けポチろうかな、ちょろ。本当に、え、じよります。 JP さん、そういえば初めて会った時からボブだったね。確かに鉄板だ。そうです、そうだよね、私は元祖ボブなんです。何感想を打ってだから、ボブをあのちゃん抜き通します。あとこれね、あのちょっと今赤いリボンがないんですけど、このペコちゃんね、これ落ちたか、やばいでしょあれ、これで踊ってたんだよ、藤谷のペコちゃんって言われてたからね。あら、買い物に行ってて出遅れた、待ってた焼き芋っち。明日の雨大丈夫？明日雨なの？わあ、
ね、明日誰もね会いに来てくれる人がいなくて、誰か会いに来てくれませんか。私もボブサップになるか、ボブサップになるか。やば、みんななんか安藤マイカどこ行った。そのマイカチェキルーレット、何それ、天災、それは災害それ自然災害じゃん。天才は才能あふれる人ということですね。1枚から5枚まで決めて、その中でルーレット回してた。あ、そういうこと？いつも5枚取ればいいのに。平日ラック1は仕事してて見れるんだろうか、やるとき教えて。お母さん、外にやるとき外にやるねって言うね。嬉しい、普通にそれ。ガンスボブマイカイコールペコちゃんさん、そうペコちゃんって呼ばれてた。あとなんかリューチェルとペコちゃんのペコちゃんにも似てるって言ったことある。イワキング何気に芯がしっかりしてるよね。それすごい言われるんですよ、何気に。なんか意外ととかふわふわしてるように見られるんだけど、芯が通ってる、しっかりしてるねとか、自分をしっかり持ってるよねとか、よく意外って言われます。純也忍者です。は？忍者？マイクがボーイになるかボーイボーボーになります。嘘でしょ、カイトはそのままでいてね。マイク役はできないけどチキは取ると思います。ミツさんありがとう、ラブだわそれは。マヤマヤのチキホルダーは紫色でいいかな。あ、紫色がいいです、紫がいい、好きなの、ありがとう。え、すごいね、マヤマヤのチキホルダー、さすがグッズ職人だからね。にもっち今日野崎若ちゃんとチェキ取ります。若ちゃん、若ちゃん会ってよ、裏で若ちゃんに挨拶したけど、なんか若ちゃんなんか誰か喋ってて直接お話はしなかったけど、サリアちゃんとフエちゃんとクラゲちゃんと、ね、日向小春ちゃんは普通に、あと大鈴はるみちゃんも普通に挨拶、なんかマイカちゃんって言ってくれて、わーとか言ってくれてくれました。サリアちゃんもね久しぶりに見た。あんま時間がなかったか、お話する時間も写真撮る時間もなかったんだけど、若ちゃんとお茶ポーズした。お茶いつも5枚だったら嬉しい、いつも5枚だったら嬉しいな。ペコちゃんマイカ見たい、ペコちゃんマイカはもうダメだ、封印したから。お茶マイカもおじおさんありがとう。俺が5になるとなることをマイクに止められた。もうそろそろ待って、明日早いからちょっと配信終わります。前世自体を知らない仮面オータ相手にドヤ顔でマイマイの解説してて、俺何やってんだろうって。え、本当に？本当？ドヤ顔でマイマイの解説してくれたの？それはちょっと嬉しい。そんな偉そうな立ち位置じゃねないのや。でも JP さんは本当にだってそうだよ、そのくらい言っていいくらい JP さんは支えてくれた人だから、くれた人というか今も別に離れてるとかじゃなくて、これ毎回ショールームに来て、だってホイさんも投げてくれて、JP さんは絶対毎回参集してくれてるから、毎回フルやってくれてるから、ホイ様を私知ってて、だから多分1位なのはそれだよね。いっぱいホイさんも投げてくれてるからだと思うし、でもそうやって気を使って JP さんはやってくれてるんだろうなと思うと、いつもありがとうと思っていたけど、でもそんな気を使わずに普通に会いに来てくれたらいいのになと思ってたし、コメントも待ってたから、なんかこうやって JP さんが戻ってきてくれて嬉しいです。え、若ちゃんと知り合いなの？若ちゃん知り合いとか普通に一緒、先輩ですね、一緒にやってたから。次のライブから導入しようかな。導入して、その制度だってワンマンライブも若ちゃんと一緒に出たし、眠い時の若ちゃんが頑張れって言って、でなんか私が眠いね、なんか練習でワンマンの眠くて寝そうな時も若ちゃんが頑張ってって、分かんない時も分かんないよねって一緒に若ちゃんがやってくれたの。次のライブから導入しよう、お疲れ様でした、ありがとう。ユアキング、また若ちゃんの話しよう。
フリースタウェイも禁止したんだし、ペコちゃんも監禁して、解禁しないよ、ペコちゃんは。ライブとチェキの枚数の割合で悩む。ライブとチェキの枚数の割合、あー、なるほどね。え、明日ゼロだから明日会いに来てほしいなよ、気持ちいい。お願い、会いたいです。来週も赤ちゃんに会ってお茶のポーズした。先週もマイカちゃんの話も少し。そうなの、嘘でしょ、恥ずかしいんだけど。赤ちゃん可愛いよね。ムロちゃん、こんばんは。ムロちゃん、ムロちゃんさん、ユーマあんな君激しいダンスしたのかと思いながら仮面のパフォーマンス見てた。そうだよ。え、でもね、私はね、大冒険、あ、違う、なんだっけ、なんだっけ、全開ヒーローを覚えて、あ、そうそうそう、全開ヒーローを覚えて大冒険に入る、大冒険をかじってやめたから。前回ヒーローは普通にライブでやってたよ。ヘドパンする曲、こうやってクエルスやつライブでやってた。なんだっけな、え、ちょっとあんまり覚えてないんだけど、なんだっけ、そう、歌詞がちょっと待って、前回マイヒーローか、前回マイヒーロー、え、なんだっけ、ちょっと待って、照りつく光にみたいなやつじゃなかった？そうだよね。え、ちょっと待って、でも聞けば絶対歌えるし踊れます。前回マイヒーロー、タラララララララ、真夏のズズ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 、レーションさよ、イエーフォーユー、前に前に添い飲む、まっすぐで出てる君へってやってたよ。何気に今日300回記念だ。そうなの？配信来てくれた記念。でも見つめぬ下かゆい。やっぱり頑張ってくれるファンが嬉しいよな。頑張ってくれるファン、え、みんな好きだよ。明日はごめんね、お疲れ様、ありがとう。どうどれ、あらゆる特典会のはずだから次チェキ取るときに。そうだね、まだ踊れる、まだちょっと踊れる。あの、あれは踊れるよ、なんだっけ、クエスト、クエスト、クエストはもう死ぬほどやったので、あのさ、なんだっけ、あのスライムガールズのときにやった。一生懸命磨いたキラキラの謎を繰り出すからね、ほーらよそ見しないで私だけ見ててねってやつですね。あなたとのこの距離は一体何百メートル、でてて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 て、みんな集まって半人前、でも簡単には負けないぜ、あなたとのこの距離は少しでも縮めたいんだみたいな。でもやっぱやめた、ねえ分かってるの、今だこの格好の標的さ、キラキラの技を繰り出すからね。だけど結構ちょっと待って、うろ覚えなんだけど、少しは手加減してよね、ほら今日もあなたにクラクラしちゃうよってやってました。怒らないで、ガミガミ言わないでってとこがうちの歌ありでしたね、懐かしい。アパカレーさん、こんばんは。初見さん、ありがとうございます。万歳ショパン、千葉県の伝道師安藤舞香です。今月のワンマン、前回ヒーロー、前々の頃と最近少し振りが変わったの。嘘でしょ、変わっちゃったの。前々はピアス、イヤリング、どっちだって。私ね、イヤリングだよ、イモッチ。
イヤリングピアス開けてないんだけど、でもこれから開ける予定。 JP さんアドベンチャーデイズもできる。あ、デイズできる。幾千年の星輝きに満ちて、てて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 て奇跡、てて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 て。うん、アドベンチャーでなんだっけ、椅子生活になっちゃう、車生活であんなキラキラな素敵な笑顔できるなんて心を耐えて涙出そうな。ともかちゃんね、あったよ裏で、こあのこのお疲れ様ですって言った。スラがいたのね、スラガの初期の頃キラー秋ドラでよく見て。そうなんだ、めっちゃ歌うじゃん真夜中のサービスタイムマイクおおおーって言ってる。イガキング知ってるの？クエストは歌詞が可愛い。クエスト可愛いよね。クエストが一番好きだったかも。うん。ちょっと待って、歌詞があれば全部歌えるよ。ずっとこの先を走って、後ろ姿を見るだけで、あなたとのこの距離を縮まらないかもね。だけどルルル諦めないよ、自分が選んだ道だから、全力で走り抜けて、後悔はしたくないから、不安な気持ちが拭えなくても全然平気な顔して突っ走るよ。夢に何だっけ、ドゥ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 続いてるよ今だ。ほい、会心の一撃さ、キラキラの技を繰り出すからね。ほーら、てててててて、走らすんだけど結果は散々で、ね、少しは手加減してよねみたいな感じじゃない。2番ほーら、だってよ、私は女の子だもん、ちゃん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 みたいなやつめっちゃ練習したもん。なんかあとあれができなくて、スイーツパラダイス、チャラララララララ、ふわりしほうふわりなる、ふわふわってあれが、あの踊りがどうしてもできなくて、なんか散々間違えて、なんかライブ中にすごい悲惨だった思い出がある。なんか踊れなくて私本当に最初踊れなかったんだけど、なんかいつの間にやら普通に普通にまだ見れるように今こうステージに立てるようになったんですけど、最初全然踊れなくて SE すらできなかったからね。あのスライムレッツゴーができなくて、もうね、もう本当にやばかった。あの時代やばすぎでしょ。踊れなかったんだから最初。歌ってる姿がかわいい。おーちゃんありがとう、かわいい。やったー。そう、スラガやってた。少し前にマヤマヤがドンキで買ったスラガ衣装で配信したのを笑って、やばかったよね。懐かしいって言ってくれてさ、確かにってなった。あれやばいよね。チュンさん歌詞を思い出そうとしてるのかわいい本当ありがとう。チュンさん、チュンさんからコメント来た。自分も昔知り合いの付き添いでマスク購入して何回かライブ行ってた時期間あったの持ってるよ、うち仮面。前世の話、そう前世の話しちゃった、ごめんね。スライムレッツゴーができないとは。大丈夫、前前サリアの100倍は踊れてたから。ほんとに嘘でしょ。サリアちゃんが踊れないっていう私あれ認識なかったよ、全然。教えてくれたもんサリアちゃん。100倍踊れてたから、サリアちゃんがお風呂でこのラーナ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 ー練習したっていうのが面白かったけど。マイク今チェキルーレット作ったの、今楽しいルーレット。何だったルーレット。じゃあそろそろ配信終わるね。
なんか分かんなかった話の人ごめんなさい。マイクちゃん覚えてないかもんだけど、結構無料ハイタッチしてもらってたよ。知ってるって。だってみなみえりちゃんのファンって覚えてたもん、お茶だから知ってたよ。そしたら全身、あ、全身ドリーム、そう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 、イエーイイエーイで目の前が真っ暗で見えなくてがでそれができなかった。ちょ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 熱い心と勇気の鍵で奇跡の扉開くんだ。でしょ、さっきふえちゃんに手振ってもらって可愛かった。いもちお茶の園でした。いもちありがとう。ね、明日待ってるよ。明日来てください、ライブ。スチームガールズさん、それは恥ずかしい。お疲れ様、今日マイク今日もありがとう。ありがとう、ずっと好き。できなかった話し、めっちゃ面白い。え、ちょっとまた話すね。スターありがとうございました。また明日配信